仕事頑張って10時くらいに起きて外で、ちょっと運動して筋トレしてきました。いや今日はメイクしないで過ごします。コンタクトももう外したくて、昨日つけちゃったまま寝たのね。つけたまま寝ちゃったのね。でもで朝新しいのに変えて、このあとお仕事あるんだけど、まあ、メイクとかいらないやつだから、まあ行ってそれで終わったらもうメイクじゃない、コンタクトも外そうと思ってる。違う、ラジオじゃなくてリハーサル、振りのリハーサル、ダンス。こんにちは。でマジでまだ何もメイクしてない状態、相変わらず。ちょっと今日はお昼はご飯と納豆と卵とあとフルーツ、フルーツいちごとりんごとあとなんか豚肉とピーマンを炒めた、さっき炒めたんですけど、それを食べていきたいと思います。なんか本当はなんか外で食べようかなって思ったんだけど、ちょっと節約、節約というか家で食べた方が安いし落ち着くので、しということで。ちなみに朝はバナナとリンゴと昨日の夜じゃがいもと人参、じゃがいもと人参の味噌汁を作ったんですけど、なんかそれのじゃがいもと人参だけを食べました。なんかさ、私納豆さかけない派とかける派いるじゃん。あ、首首って言ってんのそれか。いやなんかね、私荒れちゃうんですよ、首がピンポイントで。ここがいつも知ってる、なんかわかんないけど知ってる人は知ってるかもしれない、いつもここ書いちゃって、配信中とかもいつもここ書いちゃって、結果ここがここのここの一部分だけすごく痒くなって書いちゃうんだよね、いつも。そう、多分私いつもショールーム見てる人は知ってると思うけど、いつもここ書いちゃう、触っちゃう。今なんかどんな感じになってんだろう。結構見た目グロいかも、だから隠した方がいいかな。いつもここだけ荒れるの。うわ、結構ね全面的にこの辺まで荒れてる。ほら、ここも黒くなってる。やばいやばいやば。忘れちゃったからそれでだ。ほんと首ダメなんだよね、汗じゃない、かゆくなっちゃう。今日の夜はまだ決めてない。夜まで仕事だからまだわかんないんだけどって感じかな。ごめんね、まだ決まってなくて。あとお肉、豚肉の
豚肉とピーマンをただ塩コショウで炒めました。でも私本当にさすぐお腹いっぱいになっちゃうの。いやなんかなるべくソースとかより塩コショウとかの方がいいかなと思って、本当はなんかもっと濃い味付けとかにしようかなって思ったんだけど、うん、テスト頑張って、ちょっと健康を考えて薄味の感じにしました。まずは納豆、ゆっぴょうし、いつもお世話になってます、ありがとうございます。うん、うん、この後出かける準備をしていろいろすることを考えれば、うん、もうあとちょっとで食べて出かけなければ、うん、卵もかけちゃおう。そうなんだよ、なんか意外と時間なくて、ちょっと食べてるとこちょっと時間がないなんか始めたはいいものの時間がないから、ちょっとカメラを上目にします。うん、卵に醤油入れすぎた。もうフルーツは食べきれな方だからタッパーで持ってく仕事に。そうしよう。今日夜は何食べようかな。なんかさ、いい感じの食生活をしたいから、ラーメンとかこういうのお家で食べると楽じゃないですか。冷凍のパスタとか昼飯食べながら夜飯食べやばいよね、どんだけ食べたいんだって感じ。そんなことないんですけど、でも最近ちょっと、まあ、そんなに多くはないけど運動するようにして3食食べてるんだけど、ここ4日5日朝ほんとお腹するすくのちゃんと、すごいよね。
かも、なんかめっちゃ調子いい。本当はここ1週間ぐらいで始めたんだけど、でハンバーガーとかポテチとかを1袋とか食べてたんだけど、これをやめたからちゃんと食べてるけど、まあ、少ないけど、でも少なくはないね、結構食べてるけど、お腹すく。うん、脂質を避けるだけでって本当そうですよ。なんか脂質を少なくした方がいいって言われて、だからパンよりご飯とか、うん、いやでもさ、別に痩せたいためっていう感じよりは、なんか今よりもっと、綺麗になりたいみたいな、舞台もあるし体力もつけたいしみたいな感じだから、体重のキロを減らさなくてもいいかなって思ってる。食べてる姿かわいいか？めっちゃすっぴんなんだけど。はい、ナリは何してても可愛いよ、ありがとう、嬉しいです。やばい、30分、今よし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 、まだ大丈夫。もうさ、納豆入れた上に卵かけたから、もうお腹いっぱいで、やっぱ小食かも。もうお腹いっぱいでやばい、だってご飯軽く一杯に卵に納豆にお肉食べただけでもマジでお腹いっぱい。フルーツもいっぱい切ったんですけど、リンゴ半分とイチゴ、もう昨日ホットウェーブでコメント流れてた？そう、来週出るんですよ、ホットウェーブ。ちょっと後で告知しますね。よし、よし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 、食べたぞ。なんか朝はこういうのも食べました。じゃがいも、あた朝これじゃがいもと人参。肉はなんか豚の脂のない部位。いちごはあまおうが安くなってた。朝も食べきれなかったんだ。ちなみに
テレビ埼玉に出演増えましたね。そうなんです。なんか自分は結構食べれると思ってたん、結構量食べる方かなって思ってたけど、よく考えたらお弁当食べきれたことない、お米を。本当に意外と小食なんだなって本当に思った。なんかすごいすごい自分大食い泣きでいたんだけどさ、なんか違って残念だわ。今何をしているかというと、片付けをしております。食器も洗わなきゃいけないしね。食べたバナナ。これは置いていこう。腐んないよね、冬だから。バナナ腐った経験あるからさ、家を、名古屋の家を開けてバナナ腐らせた。よいしょ、よし。あと何しなきゃいけないかな、私。何を持ってったらいいかわからんけど、またすぐ帰ってくるから、よいしょ、すぐ帰ってくるのよ、本当にすぐ帰ってくるから、今ちょっと着替えてる。
お待たせ。お片付けしてた。いやなんかね、二拠点だからね、すごくね、どこに何が今あるかを、把握するのが大変なんですよ。まあ、言い訳なんですけど、言い訳なんだけど、大変なんです。じゃあ、こんな感じで短いけど、今からお仕事頑張ってきます。いや、この上にね、パーカー着るよ。スガジーインディ5005、ヘルアキさん、マツモさん、イシちゃん、オレンジフリースの大吉さん、ラスカルビオリさん、ノロちゃん、ジュンバルジャンさん、勇気のメガネさん、カー君、ジュンバルジャン、トモジさん、1位が見えない。1位がムーさん。じゃあお昼のサリちゃんでした。またね、ありがとう。